日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなに、阪神勝ったね。おお、そうね。強い。8-0。でも山本投手から7点取ってるわけでしょ。すごいよね。なんか山本投手はやっぱり打ってないよみたいなことを野球通は言ってたけどね。打てない。だって今年も投手何冠 ?5 冠ぐらい取ってるんじゃないの。すごいよ、ね、3年連続くらいだよね。もう日本で一番のピッチャーです。でも岡田監督やっぱ、まあ監督だから言ってたね。そんな打てないかなみたいなこと 言ってたね。あの前の日とかのインタビュー。ああ、インタビューで前あれクライマックスシリーズあったぐらいのみたいな。いやでもそうじゃない。私もやっぱりこのロースコアでよね、ロースコアでの決着を予想してましたからね。まあまあ、そういう流れだったけどね途中は。でもいやそう、ね、いや俺も見てて、まあ、俺たちおじさんだから野球の話するんだけど、そうだね、打てないだろうから その盗塁とかさ、とこうタッチアップとかでさ、進んでいく感じとかがさ、そうこういう戦い方になるだろうなそらとか思ってたら、その後バンバン打ってさ、中野選手も打ってたわ、ああそう、すごい。村上さんもすごかったピッチング、ね、私も途中からね、まあライオンズじゃないから、正直言うのはやっぱ頭から見るみたいなことはないわけですよ、はいはい、だからやっぱ気になるから、はいはい、最初もちょっと0-0続いて、そらまあね、投手戦だわとか思ってしばらく開けてからさ、見たらもう、4-3がさ、入っててさ、もうどうしたもんかいのと見たらね、はいはい、もうすごい打ち込んでたからびっくらこいてさ、もうしかも、ビジターでしょ、京セラだわけじゃない、でてっきり甲子園だと思ったのよ、こんなの入ってんだったらね、やっぱこれホームだから、うわー盛り上がって、で飲み込んだのかなと思ったらさ、ビジターだったもんだからさ、さらにびっくらこいて。でもこれは、結構映像で阪神ファンの人多かったけどね、あ、まあ大阪だからね、場所柄、でもやっぱり甲子園もまた独特なわけでしょ、確かに、はい、ねえ、ホームはホームで、まあまあ慣れてるところとね、京セラドームでの甲子園もあるけども、だよね、いやそうよ。でなんか姉ちゃんと母親がなんか家来てて、で一瞬その一回家帰ってちょっと見て、また家出たんだけど、なるほど、なんかその親父の話にやっぱなって、姉ちゃんと、阪神ファンだからうちの親父は、でなんか85年の時思い出すなみたいに姉ちゃん言ってて、ほう、だから今38年前だよね、38年前の優勝、日本一の時、うちの姉ちゃんね、親父にね、習字でね、阪神の選手の名字書かされてたってね。どういうこと？岡田とか掛布とか。バースとか、バース。バースが難しかったって言ってた。そうだ、3文字だと、阪神に、なんかバランスが悪いみたいに言われて。ほう。なんで、それを家で、家で習字で書かされて、それが家に貼ってたよ、つって。そんなあったっけみたいな。俺7歳だから。もう覚えてない。覚えてねえな、みたいな。習字で書かされてたね。あ、そう。じゃあその意味わかんないね。今の時代だったらアウト気味なんだろうな。まあそうじゃ、押し付けというかね。じゃあ当時は岡田監督の、岡田が現役時代の時、岡田って書いてたって、うちの姉ちゃん。じゃあ姉ちゃんも言えたんだね。打順をね。言えたんだ。若林さんも言えたってね、ちびっこの頃さ。お風呂が使ってて、阪神の打順全部言うまで帰れないからね。1から9まで言って、先発のローテーションを言ったら上がれるっていう、そういうルールだったから。厳しいね。先発ローテーションまではいけないんだ。巨人の打順は言っちゃいけない。覚えちゃいけないっていう。巨人の試合ばっか東京だからさ。まあそうだね。だったらね、阪神戦よりも多く見てる可能性あるもんね。巨人対なんとかっていうのは多いわけだからね。やっぱでも、あれ、なんでそんな応援すんのみたいにさ、言う人もいるじゃん。なんか、どういう、その、全然興味ない人からしたら。はいはい。まあまあ、でもそうだろうね。やっぱさ、おじさんになればなるほどさ、監督、コーチ陣がさ、もう現役時代見てる人だったりする、オールスターみたいになってくるじゃん。
だからなんか、うん、で親父とかさ、うん、家族の歴史もあれだからもうただごとじゃないねやっぱりね。いやそうだね、またあのちびっこの頃とは見方が違うというかね。うん、ね、いや思うよね、立場が違うというかさ。でもさやっぱさ西武ってさ、うん、黄金時代とか経験したりもしてるじゃん、ええ、さ死ぬまでにあと何度か見れるだろうなみたいな気持ちあんの、あれのあれが。ああ、あれはまああるだろうなとは思う。それはね、いや、うん、もちろんあってほしいよ、あってほしいけどやっぱ、うん、やっぱ、うん、あれのあれ見たいって思っちゃう、やっぱり。38年空いてんだから。まあそうだよね。次、だからね。85年だよ。すごくない？やっぱうっすら覚えてる。親父。で、今日、俺が、うん、その、なんかこう、選手がさ、ホームベースに帰ってくるたんびにさ、うん、もう、シャーとか言うじゃん。家で、はい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 、したら子供がびっくりした目で見る、なんかあれ怒ってるよ、まあ、大人が大きな声出すから、でそんな感じだったわと思って、親父が、親父さんがね、シャーみたいに言って、うわ怖っみたいな、子供の時思ってたわと思って、うんうんうん、やっぱだからその子供が聞くそのなんかそのデシベルがやっぱり我々が聞くよりも、やっぱ大きいんじゃないの、大人のおじさんの。だからすっごいびっくりしてた子供が。うん、だからすごいなんか、うん、ちゃん可愛いみたいになってた、本当に。どういうこと？どういう。もう。中野選手のタオルを、うんうんうん、まあ、ユニフォーム着て見てんのよ。はいはいはい、なんか気分で、うんうん。中野選手のタオルを噛みながら、ずーんすげえ手に入ったからさ、そこからさ。若林さんがちゃん可愛いみたいになってるぞね。そう。うん、やっぱいやいや、それは、うん、じゃあ俺は別に江藤窓口にはならないですよ。あの、女装して。うん。いや、そういうことで。手に入るために、タオル噛んで、中野選手に。タオル噛んで、うわ、ん、ぁ、うん、俺どうやろうって。はい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 。サイレンサーをね。点数入るたんびに。うん、使わないと。俺どうやろうって。うん。惚れてまうやろって言ってんじゃん。それはもうちゃんかわいのモノマネしちゃってる。いやー、わかるわかる、声出ちゃうよね、うん、やっぱね、そうそうそう、そう、いやー、だからでも楽しみじゃないですか、まず一勝して、そうだね、あと3つね、でも本当に、うん、本当に、なんかこうドームのことで煮詰まってる時に阪神がペナントレースで勝ってたり逆転とかするの見て本当に元気もらってるからね、本当に今年でよかったわ、セリーグでまずあれして、いや本当そうだよね、いやなんかすっごいやる気が出る、本当なんかリフレッシュされる、勝つと、わかる、うんうんうん、いや本当に、本当今日も負けてたら来てるか分かんないですからね、そのいやそれは困るよ、そろそろ俺ぐらいの年齢から来ないとかやり始めるからね、ラジオのパーソナリティ、いや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 、もうあんまいないって来ないっていう人で今更来なくてもなんかもうそんなにさ、うんうん、申し訳ないけど俺許されると思う、うん、そろそろ俺来なくてもたまに、いやそれは理由いかんよ、うん、阪神負けたからじゃあ、さすがに。うん。うん、俺でも大丈夫だと思うわ。いけるかな、いけるかも。いけると思う。まあいけないだろうな。いけないや、うん。いけない、うん、もっとね、仕方ないってことじゃないと。で、里光がうるせえわ。ゼルビア、町田ゼルビアが J1 上がったからうるせえわ。うん。で、J1 上がったのもそうだし、優勝決まった。優勝。優勝も決まったの、今日なんか。里光、負けて、相手チーム。それもあるじゃん、昇格とで、うん。優勝もね、よかった。マジでわけわかんない会話した。3600っていうアマゾンのオーディブルの方のラジオで、うん、マジわけわかんない、うん。楽しいことなんもないなとか言ってんの、里光が、うんうん。本当になんか、もう、音楽とかもさ、なんか、こんな曲があるんだってさ、うん、聞けてたっていうよりさ、うん、好きだった曲を繰り返し聞くとかになってんじゃん、みたいな。で、なんか、うんうん、楽しいこと何もないわ、みたいな。うんうん、あの、ゼルビアの昇格はさ、めちゃくちゃ嬉しかったとか言って。あるじゃん。意味わかんない。なんだよ、お前と思って。確かに。十分だよな。十分。そんだけ。なんかあれもやったらしいよ。パブリックビューイングのさ、なんか MC みたいな。うん。申し子だよ。ウエストだよ。うん。いやー、よかった。盛り上がった。その盛り上がった。マジで全体で一つになって。なんかさ、よかった。でもさ、里光ってすごい、運いいよな。運がいい。なんかトイレとかも、ちゃんとなんか、うんうん、
頭にトイレのなんか被り物みたいにして、うん、トイレくんみたいな、うん、トイレ歌歌ったりしてるもんね。うん、白衣着てトイレの被り物してひらがなでもトイレくんだよね。そうだね。じゃ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 つって、じゃ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 つって、じゃじゃじゃ。トイレは本当に面白いんですよ。ってね、うん、面白いんですじゃあ、うん、じゃあつってじゃじゃじゃあ、それとうとうのなんとかその音じゃないのよみたいな言ってくるんですよ、うん、じゃじゃじゃあじゃないのよみたいな、そうね、うん、そこは別に白衣着て、うん、映画化されちゃって、もともとあれだからね、楽屋いるの嫌でいろんなそのトイレ、うん、遠いトイレに行っててからトイレ博士だからね。ああ、それでいろんなトイレを見て、便器見て。なんかそんな話したの覚えてる、シアターで20代の真ん中の、うん、え、あれもさ、そういう出会いってあるよ。え、君も楽屋にいるのが辛いのかいっていう出会いだから、俺と里光って。そんなやついなかったんだから。なるほど、なるほど。で、そうだね。リハやって漫才の、里光コントのリハやった後、4時、5時から開演の7時とかまでライブの開くじゃん。うんうん、あの辺の、ほんとそうだな、そこの東京本店の文化村通りとか歩いて、東京本店行って、うん、東京本店のトイレは綺麗なんだよ。渋谷で何番目なんだよみたいな、なんか地図みたいのになんか順位みたいな書いて、何なんだよ、やった方がいいよそれ真剣にっつって、はい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 、そうかなみたいな、まあそうだよね、でもそれがね今やトイレから始まって、あと掃除も掃除だなんだって、有吉ゼミで商品化されて、そうだよ里見つぼね、里見つぼ出してうちにもあるわ、トイレに立ってるわ、トイレの奥のところ里見つぼ、里見つぼな、うん、これ出したからさつって言って覚えてるわ、もらったの、まだあるわ。いやーすごいよな、それでゼルビアもこれで J1 上がって、うんうん、しかも J1 でも強いチームになったら、うん、もうそうだよね、里見つがやっぱ有名、まあ出身だからな。まあそうだね。それはでも分かると、やっぱ私もね、うん、地元のほら、うん、ね、野球ライオンズがあるから、やっぱ地元のっていうのは、はいはいはい。でかい、すっごい嬉しい。J1 に上がったからさ、はいはいはい、みんなスター選手がさ、はいはい、街中で試合しに来るんだよっつって言って、いろんな J1 の。めちゃめちゃ人生楽しんでるのなんだよ、毎日面白くない。うん本当だよね。うん。いい方だよ。だいぶいい方だよね。うん、楽しみある方だよ。ある方。そういえばさ、うん、あの話変わるけどさ、この間ただただ1時間ぐらい喋っててくださいみたいな仕事があったんですよ。うん、その時にさ、うん、これ皆さんどう思いますって話なんだけどさ、ちょっとさ、もう一回あの話してくれちょっと。幼馴染だっけお前の。そうね。あれで、大学ぐらいの時聞いたんだっけ、いつ聞いたのか。高校の時ではないよな。いや、高校の時ではない。大学生ぐらいだと思うよ。大学かそれ以降。もっと後。もっと後々、あれぐらいかも。20代。我々がさ、ビッグスモールンと劇出た時のさ、座敷わらし。山崎お前、山崎忘れんなよ、お前。あれだけは許さないって、一緒に、それだけで繋がってんだよ、俺とお前は。あれそれだけ、舞台山崎ね。そうそうそう。ビッグスモールンと我々がね、4人である座敷わらし役で。うん、ノーギャラのな。ノーギャラのね、うん、2ヶ月ぐらい練習してさ、うん、うん、アルバイト休まなきゃいけないっつって言ってね。そのシーンなかったな、うん、だが情熱はあるで。描かれてなかったね。描かれるわけねえだろ、お前。うん、アルバイト行けないですよ、つったら、じゃあその分もね。もう言わないでくれって頼まれたけどな、事務所に。あ、そう。うん、ギャラ、聞こえが悪いから。上乗せするつって言ってね。ギャラごとのね、払われなかったっていうね。上乗せどころか。それあんま喋んない方がいいらしいぞ、それ。もうでもそれは事実なんだから。レガシーだもんな、俺たちの。やっぱ、後世に伝えてあげ、いかなきゃいけない。残さなきゃいけない。もうねえよ、そんなこと。今の時代。許されねえよ、今の時代。沼袋の方でね、荒薬師の方でさ、でもさ、うん、ほんと気をつけなきゃいけないのがさ、うん、ビッグスモールにゴンチロと会うとさ、うん、毎回その話。なんでさ、こんなおじさんになって忘れられないんだろうな。いやー、でも同じテンションで喋れるの、ゴンとチロと。あと、
あのチロが、うん、あの哲学堂のグランド草野球のグランドの予約しに行かされて泣いた話、うん、泣いたね、コンビニの駐車場で、うん、こんなことするために東京に出てきたんじゃないってチロが泣いて、泣いたって、ね、野球場の予約一緒にしに行って、うん、それだって20年ぐらい前の話だよ言っても絶対その話になっちゃう、うんうん、やっぱこうね忘れないよ、うん、おインパクトやっぱ強いもの、そう、ね、そうだから舞台山崎に来てくれたのよ。あ、その幼馴染が、うん、それが小学校以来、うん、久しぶりに10年以上ぶりぐらいに、うん、うちのさ母親が、うん、渡してさチケット、偉いね、春日がね、やってくれたんだ、 その時春日がお笑いとかこういうねでやってるっていうのもそいつは知らなくて、もらったからっつって言って、で、あ、来てくれたんだ、同級生二人でね、来てくれて、うん、それが久方、そのだから後ぐらい、そっからなんかちょっとつながりがまたできて、はいはいはい、所沢戻った時とかね、二、はいはい、人で飲むみたいなことがあったり した流れで聞いたんじゃないかな。うん、ああ、うん、だから俺始めてると思うんだよね。え、で、25ぐらいじゃん、24とか、うんうん、24ぐらいか、あれ。でさ、うん、24歳の時でさ、そんな話をさ、うん、なんか、その、見逃すなよ。見逃すってなんだよ。じゃ、けど、まずちょっと話して、その、所沢のマックで聞いたんだよな。うん、まあ、え、じゃあ、所沢のマックであった話を聞いたのか。そうそうそう、舞台の、確かね。うん、そいつが、うん、そのね、翔くん、一回話してくれ、それ。同級生がね。この聞いてくださいよ、皆さん。うん、行ったなって。マックにでしょ、などにね、うんうん。で、食べようと思って、まあ、席探してたら。お前、ちょっと待って、マックって言えよ。うん、フルで言うなよ。いやいや、所沢のマクドナルドで。うん、いやいや、フルで言うなよ。マックでいいだろ。短いから、その方が。いや、別にそう、お前なんか、お前、かっこつけてんのか、お前。別にかっこつけてない。大して変わんないじゃん、その。ね、マクドナルド。じゃあ、ミックって言ってくれ、じゃあ。所沢ミックに。それだと印刷の匂いがしてるから。確かに。谷口の話だと思うしね。ごっちゃになるしね。うん、普通にさ、だからその、うん、まあいいや、マクドナルドフルで言いたいのね。マクドナルドに。マックは恥ずかしいわけでしょ。マックはちょっとね。マックは恥ずかしいっていうところが、うん、から始まってんだからな、うん、その、何がよ。お前のその、うん、あの、エアコンのリモコンの話。そこにつながんの、うん、いや、まあ、とにかく行って。つながってんだ、それは。洗面所が汚いの、ね、それはもう拭くようにしたから。うん。うん。で、なんだっけ、そう。行ったちょうど、うん、夕方ぐらいの時間帯で。そういえば全然話変わるけど、うん、先週さ、うん、言ってたよ、ね、お前。石井ちゃん大変らしいぜ。パニックってるっつって、うんうんうん。テンパってるっつって、うんうん。もうって言ってたじゃん。うん、あれなんか結構みんなムカついてるよ、あれ。で、なんか。いや、知らないんだもん、だから状況をさ、うん。まあでもその知らない。流れをさ。知らない、うん、知らないでいいんだよ、みたいなことらしいの。だから知らないかったら、うんうん、もうって。っていう言葉出てこないじゃん。まず、ね、まずもって、何にも分かってないからもうって言っちゃうわけじゃない。何にも分かってないよ、確かに。そうそうそう、うん。それがおかしいじゃん、だって。だから、めちゃくちゃ大変なんだ、うん、石井ちゃん。各方面にもう、寝れない、まあまあね、いう状況で。あとみんなもそうだね。うん、なんかムカついてたよ、やっぱ普通に。普通になんか、変な空気になったってヒロシが言ってた。あ、そう、向こう側が。向こう側が。じゃあまあいろいろ知るようにしますわ。気をつけた方がいいよ。うん、進み具合が全然知らなかったもんでね。想像はつくだろう、そんなの。大体。まあまあ、やってんだろうなとは思う。いやいや、ね。ちょっと一緒繋がってんだよ、大変なんだろうな、そのマクドナルドって。マックって言えないことと、そのお前のなんか変な恥ずかしがり方と。その、ドナルドがかわいそうだよ。何何、どういうことよ。でそのマクドナルドっていうことでさ、うん、そのマックっていうことでさ、うん、どこかドナルドってみんな思うわけじゃない、足してるから頭の中でマックっていう人に対して、そうするとためにドナルドの顔が浮かぶだろ、うん、でもお前が全部言っちゃうことでドナルドがなんかこう流れていくんだよ、うん、残らないってこと、ドナルドって言えだから、うん、その所沢のドナルドに。そんなやついねえよ。
マックのこと、難しいな。マックのこと、ドナルドっていうやつはいねえよ。でそのちょっと この話聞いてごめんなさい。でそのマクドナルド、ドナルドに、ところだね、行ったの。いねえよ、そんなやつ。で、2回バーッと上がって、ね、この客席探すじゃない。あ、客席って客席じゃない、席探すじゃない。なそのお前の所沢のマクドナルドは同じ方向向いて席がこう並んでてドリンクホルダーがあるのか。いや、じゃあ客席ドリンクホルダーも同じ方向向いてないし、ステージもないし、 H の8番とかなってんのか。お前所沢のマクドナルドはテーブルなしで、そんなねスクリーンがあってとかない、奥にスクリーンあってとかないから。じゃあもう席ね。席を探したんだって。うんうん、したらちょうど時間だから夕方でさ、学生とかね。あとまあ。何度聞いても面白いわ、もう。いて、ちょっと家族連れてかね。面白いもん。で、結構もう席は埋まってて。うるせえな。そいつがこう、ね、結構こう、ぐーっとこう探してたら。皆さん。探してたら、ポツンとね、一人で、着物着たね、おばあさんが、食べてたんだって。ね、その若い学生やらなんやらっていう、若い人がいる時間帯ですよ。まあ、いるはいるだろ。ね、自分も含めて、その当時のね、そいつも含めて、で、一人だけポツンと、ね、食べてて、ダブルチーズバーガー食べててさ、ちょっと違和感あるじゃん、正直。その中で。着物ってこと？着物、和服の着物のおばあさんが、一人でダブルチーズバーガーを食べてた。うん、ね。まあ、いるはいるでしょう。でも、まあ、まあまあ、いるはいるのかな。わからんけど、で、そいつは、あ、やっぱりなんかこう、ちょっとね、目がいって、で、結構社交的な男だからね。人見知りとか全然しない男だから、その着物のおばあさんに話しかけたらしいの。まずそこがさ、何よ、ムカつくよ。24で、着物ダブチババアが、いや、そんな言い方なんだよ。行った時に、妖怪みたいな。すいませんって話しかける意味がわかんないよ。そんなわけないもん。で、そう言ってたんですね。それは全然。社交的すぎるわ。そういう男だっていうのは、私もね。そういうやつだから。本当に社交的？社交的だよ。着物の、なんて話しかけたの、その第一声は。いや、なんてか、そこまで詳しくなかったけど。詰めろよ！こんばんはじゃない、やっぱり。おかしいだろ、着物でダブチ食べてる着物ダブチババアに、こんばんはって24歳が。まあ、聞いてください。だって夕方ね、ちょっと暗くなってぐらいで、やっぱ、まず挨拶から始まるじゃん。こんばん。まず最初に言ってくけど、絶対地上波でこの話すんなよ。しないよ。だから今までしてこなかったしね。現に。あ、まあね。そこはすごい。別にそんな、ね、そこは偉い。こんな話あるんですけど、とかいう話でもないから。はいはいはい、これは、そもそも。で、まあ話しかけたんだ。したらまあ向こうもなんか答えてくれて、で、なんだかんだこのね、会話をしてるうちに、結構こう、盛り上がったらしいのよ。仲良くなったというか。着物の。そう、着物のね。その、ダブルチーズババアと。着物ダブルチーズ。着物ダブチババアな。着物ダブチババアと、仲良くなったの、そしたら、なんか気に入られちゃって。そいつが。ね。で、ちょっと、うちに来ないかな。うちでね、この後夕飯でも、つって。まあまあね、そんな、ドナルドの言ってるけども、なんかちゃんとさ、食べないかと言われて、で、そいつも時間があったからね、その後、何もなかったから、あ、いいですよ、なんつって言って。で、うちにね、来て、うちのその、孫がいてね、孫とちょっと遊んであげてほしいと、言われてね、あんまり友達がいないと、遊び終えたのにいないから、友達は、遊んでくれって言われて、で、そいつは、ああ、わかりました、いいですよ、つって言って、行ったらしいんだよね。家に。着物ダブチババアの家に。着物ダブチババアの。したら、結構なこの、豪邸で、なんか洋風な、ね、立派なお屋敷で。え、それはその扉のさ、上にさ、イラストのダブルチーズバーガーのシールがいっぱい。なんでダブルチーズバーガー5点なんだよ。着物のイラストとダブルチーズバーガーの
シールが貼ってなんか貼ってたんだよね。貼ってないよそれは。うん、それはさすがに私も捕まえるよそいつが話し出したら。うん、そんなわけねえだろっつって。まあまあまだいいですよ、まだいいですよ、うん、でここ結構な洋風なお屋敷で、でまあもちろん入ってさ、うん、食事をね、うん、したんだって、うん、で食事をまあね、うん、ごちそうしてもらって、うん、でその孫ともねひとしきりなんかこう遊んで、うん、でお礼言って帰ったらしいのよ、うん、でねもうしばらくして何日かしてからかな、そいつが、ちょっと結構いろんな、ごちそうになったから。お礼をしてないなと。ね？ごちそうさまでしたぐらい言ったけども、ちゃんとこのお礼をした方がいいんじゃないかと思ってね。その日にしたんだろ？だって。うん、だからその日にしたけど。むしろ俺言われる側だけどな。パッと行って、ごちそうになってね。うん、うん、豪華な食事を。社交的とかじゃねえだろ、うん、おかしいよそれで、うん、ごちそうさまでした、もちろん言って帰ったけども、改めてお礼をした方がいいではないかと思って、はいはいはい、なんかその菓子折りかなんか持ってさ、うん、菓子折り24歳が菓子折り別に何の菓子か詰めたんだろうな。そこは別にいいだろうよ。なんか焼き菓子じゃない、分からんけどって言うなよお前。モナカかモナカかクッキーかどっちかだろそんなもんは大概。なんでその、うん、そのなんかもうなんかクッキーかどっちかだろうみたいな、その焼き菓子その手土産は何だっていいの別に。変なミルクボーイみたいになってる。焼き菓子かもなんかどっちかだ。じゃあ違うなじゃないわ、まあ、とにかくなんか持ってね手ぶらで行くのなんだから行ったのお礼しにね。そうお礼しに行ったの、お屋敷に。そうね、なんとなくさ一回行ったきりのとこだけど、ああなんとなくこう記憶をたどりながら、うん、こう行ったらしいのよ、はいはい、だけど行ってみたらあったはずこの辺だろうなって思って行ったのに一向に見つからなかったんで。お屋敷が、お屋敷が結構ごねドカーンとしたお屋敷なのにその見逃すはずはないと、うんね、うん、で、こう言って、まあ、うろ覚えだけども、うん、でもまあ、なんか見たことある道だな、みたいな思い、たどりながらさ、うん、で、行っても一向にそのね、うん、お屋敷が見つからなかったと。はいはい、んで、交番探してさ、はいはい、ね、近くの、で、交番に聞いたの。うん、これね、この辺にこのね、うん、洋風の、うん、結構大きなお屋敷行ってね、うんうん、ありませんですかつって、うん、この辺じゃなかったですかって聞いたら、うんうん、そう、おまわりさんが、うんそんなお屋敷ないですよ、つって。うん。えつって言って、最近なんか取り壊された。テンプレだよな、なんか話の流れが。取り壊さ、いや、もう、もともとそんなお屋敷なんてね。お前も面白いって思っちゃってんだね、そこ強調するってことは。思ってない。太字にしちゃってんだよ。うん。そんなお屋敷なんて、昔からないですよ。言い方も変えてんじゃん、もう。言われて、うん、びっくりするじゃない。えっつって。ああ。なんだったんだと。この。ね、話を。お屋敷って何だったんだと。ちょっとそっくりすぎんだよ、うん、千と千尋と流れが。ね、ダブ、着物とダブチの神隠し。それで。着物とダブチの神隠し、うん、食べすぎて豚になっちゃって。で、結局見つからなくて。お屋敷が。お屋敷が。んで、手土産もそのままさ。お屋敷ってないけどな、あんまり。手土産もそのままね、家持って帰って、あれ何だったんだろうなーっつって。ああ。うん、不思議に思ってたらしいのよ。で、またこうしばらくしてね、ドナルドに、また行ったんだって。で、ばーっと2階上がってったら。そんな風に言わねえよ、まあ、ね、2階上がってったらさ。フリで言えよ。そのね、着物着た。その同じおばあさんがダブルチーズバーガー食べていいまた座ってたの。キャーッ！キャーじゃない、キャーじゃないってラッタッタッターだよ。I'm loving it じゃないのよ、違うのよ。いや、うん、そんな社交的だったやつがなんで2回目でいた時にキャーってなんだよ、うん、そしたらまた、うん、こんばんはって話しかけないな。いや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 、おかしいって。だってもう、あれの屋敷なんだったら、ちょっと怖いと思っちゃってんだからさ。で、そんな、うん。でもほんと、嘘つきには嘘つきの友達ができんの。どういうことだよ。なあ、誰と誰が嘘つきなんだよ。そんなさ、話をなんで詰めないの、うん、詰めるとこなんか、ええー、つって私。おかしいとこいっぱいあるじゃん。あんのなんつって言って。この話にはまた、うん、聞いたのよ。また、後日談もありますよ。
後日だ、後日なのがあったっけ。それを俺は聞いて、その、うん、なんかただ1時間喋っててくださいっていう仕事よ。あ、そのそ、ね、なんか話してなきゃいけないから、その話をもう一回してもらって、うんうん、そのマクドナルドも今なくなってるみたいなんですよね。そうね。だからもうその、うん、全部なくなっちゃったから。そう、だからもう。だからそのマックが、そのマクドナルドがあったら、全部言う、ね、その、うん、着物の人がいるか、もう一回見に行こうと思ってたぐらい、俺は。でもそこのマックももうなくなっちゃった。なくなっちゃったもう。で、うん、その同級生って、だから今当然同級生だから45歳になってるわな。うん、まあそうだね。だちょっと確認してくれ。あの話、あの話って本当って聞いてくれよ。今更？うん。それはでも失礼な話なんじゃ、疑ってるみたいじゃないの、だって。疑えよ。今更。もう嘘すぎんだよ。なんかポイントポイントで。テンプレのなんか話の展開の仕方だし、うんうん、そうだ言ってたんだからしょうがない、まあ、着物と着物とダブチの神隠しで、まずお屋敷ってないからな、うん、で、あそこだろ、所沢だろ、所沢じゃないわ、所沢で地元で24までずっと住んでんのに、うん、なんでわかんなくなんだよ道が、うん、そんな離れて清瀬とかなのかじゃあいやそこら辺は詳しく聞かなかったわその場所は深谷とかじゃないんだろ、うん、だってそうだ、着物でダブチ食べてたら家近いからな、まあね、もう一回言うよ、着物でダブチ食べたら家近いぞ遠いバックで着物でダブチで行かないから、うん、まあそうだろうかな、ダブチだけ、もうダブチーズバーガーとは言ってたよ、わかんない、セットなのかもしれないし、それをそこまで詳しくは聞いてない、照り焼きバーガーじゃないの、月見バーガーとか和じゃないのね、和じゃないんだ、そこもなんか古尺だわお前の幼馴染。いや、それはし、本当に体験したらそのままね、春日に話してくれたんだ。今1時半だから電話はできないから、うん、一般の方だし。まあね。メールとかできる仲なの ?LINE とか。うん、全然できるよ。あ、全然できるんだ。別に。その距離感。所沢戻ったらね。じゃあ、別に嘘っていうのは失礼かもしんないわ。いや、そう、今更さ。お笑い芸人同士じゃないし。うん。だから、あの話思い出したんだけど、うん、あの話本当って聞いて、いやいや同じだろうよ嘘って聞いてると一緒じゃん、だあれなんだっけぐらい、嘘ごめん嘘っていうのだけちょっと聞欲しいな、ドームまでに、いやいやなんでよ、嘘じゃないと思うよ、まあ、別に聞くのは、お前信じてんの今もその話、信じてるよそら、いやそんなもう、うん、もう注目されたいしかないんだって、そんな話すんのマジで、いやそんなもうマジでだるいのよ、俺はそういうの本当草の根運動で一人ずつ本当に嘘ですって言わしていかないといけないと思ってる別に嘘をつくメリットがないじゃん、別に注目メリットあるだろ、注目されるんだ、お前が、お前だよえとか聞いてる、お前だよお前だメリットはメリットはお前だ何よ、 I'm loving 関係ないじゃん別に、だらったったった、いやちょっとマジで爪が甘いわ、まあまあ確かに詳しくそれはとか、うん、うん、なんて声かけたのとか詳しく細かくは聞かなかった、確かに、でもちょっとその距離感じゃない、うん、あの話って申し訳ないけど嘘だよね、全然聞けるよ、言える、じゃあ聞いてよ、じゃあその聞き方で、そういう距離感なんでしょ、うん、まあそうだね、別に野球も俺の一緒に、それは知らないけど、俺のさ、名前も出してもらってもいいわ。お前がそういうの聞きたいのは、相方の、うん、相方の、なんかその、うん、まあ、中肉中背の男が、そこ別にぼやかさなくていいだろうよ。若林さんがでいいじゃん。浴衣を着た相方が。なんで着物ダブチババに合わせるんだよ。相方が疑ってんだけど、あの話って本当だよねっていう。うん、で、それは、うん、YouTube で3人でロケ行ったお屋敷さん、お屋敷探し、探しに。で、地元でしょ、まあ、そんな離れてないって、そこなんだよ、うん。まあね。ちょっと離れてたのかな。いや、それもちょっとわかんない。聞いてみよう。爪甘いな、お前。根本嘘だと思って聞いてないのがダメだよ。人の話を。基本嘘だと思って聞かないと。何でも、なんであれ、うん。うん。それは申し訳ない。それもう信じちゃったから、私はね。うん。メリットめっちゃあるからな。これだけは分かってくれよ。お前の食いつき方だよ、メリットは。
確かにすっごい食いついて聞いちゃってたもん。なんか前も、うん、前も話したけどさ、うん、あの久しぶりにさ昔芸人一緒にやってる合同ライブとかも珍しくやってたけやめちゃった芸人さん、うん、マジシャンだっつって、うんうん、今話したと思うんだけど、うん、ラジオで昔ねカフェでパッて会ったの、うんうん、で「おお久しぶり!」ってなって、うんうんうん、で辞めたのは記憶にあるから、うん、今仕事何してんのって聞いたら、うん、目の前の灰皿いきなり、うん、指とかなんかパーってなんかこうなんかパーって動かしたら、うんうんうん、灰皿がブワーって火で燃えたのよ。おおすごいね、すごいじゃん。で俺もか目の前に柱火の柱が立って、うんうんうん、明るくなっちゃって、うん、その喫茶店もしたらなんか、うん、めちゃくちゃムカついたんだよ。ブォーって燃えた後、うん、マジシャンやってんだって言われて、めちゃくちゃムカつくだろこれ。そんな注目されたいから、まあね。順番が逆だろ、びっくりするだろ。うん、マジシャンですなと火だろ。うん、それはそれで困るか。まずそうよ。火のやつをチョイスするってのは困るよね。はい、どうやったんだよ、あれ。いや、食いついてんじゃないの。大成功だよ。何のメリットがあんだよ、あれよ。いやいやいや、若林さんを驚かすためだろ。おぉとか、俺言っちゃって、おぉとか言って、俺言っちゃって、うん、目の前が真っ赤になったんだから、うん、それは何が起こったか。それは言う。ってなって、うん、あ、うん、マジシャンやってんね、うん。で、俺、それから、なんかでも、うん、なんだお前今のって、なんか言えない、久しぶりで。はいはいはい。ずっとイライラしたまま、なんか、うん、見てるよみたいな話聞かされて、うんうんうん、言えなかった最後まで。お前なんだ火のやつ。腹立つわ。驚いたじゃねえかよっつってね。みんなちょっと見てられて、そうね、注目されるね。なんだあいつよ、ああいうやつ多いな、ショーパブだ。もう多かったわああいうやつ、うん、やっぱ驚かしたい。マジシャンああいうやつ多かったわ、うん、驚かしたよ。とにかくそれと一緒なんだよ。一緒じゃないよ、ババアも。着物ダブチババアはその火のやつとグランベマジシャンと一緒じゃないわ。スクランブルフランベマジシャンと着物ダブチババアはイコールなんだよ。イコールじゃないよ、別にそこまでじゃないじゃん別にさ、うん、腹立たないもん別に。そのさ、フランベされてんだよ、嘘嘘の。そうかな、うん、うん、すごい。逆に言っても絶対だったらもうすごいって言っちゃう。お前みたいなやつがいるからいけないんだよ、うん、そいつがもっと他でも喋っちゃう。足してね、ちょっと足して、逆におかしくなっちゃって整合性が。なるほど、令和版もうちょっと違うかもしれない、聞いたらね。お実談あるかもな。ブラッシュアップされてるかもしれない、もしかして。令和版ダブチ着物ババ。それも含めてちょっと聞いてみるわ、そしたら。そうやな、うん、結構なんかあのデニムとかになってるかもな、あの着物は羽織るぐらいで。そういうファッションの人たまにいるじゃん、うん、すごい生き草原みたいな雑誌、はいはいはい、っていうか変わってるかも格好が。いや、いたね、どない、うん、座ってた、そうバンさんが。バンさんそこは変えてほしくないけどね。あ、そこはやっぱね、着物で行ってほしい。まあちょっと聞けるから、うん、まあ、聞いといて、本当かどうか。相方が疑ってるって言ってもいいわ、それは。で、ロケしたいって言ってるって言っといて。その、お屋敷を探しに。うん、まあ、でも分かんない。俺たちもしかしたら帰ってこれなくなるかもな、そのお屋敷探して。帰ってこれるわ。おい、ああ、びっくりした。びっくりしたな。うん、抑えられなくて、ちょっと、あの、うん、こうカッとなったの抑えられなくなってきてさ、うん、よくないよそれは。うん、いや、まあそうね、まあまあね、うん、うん、そういうのありましたよ。ラスターカラーのさ、うん、スニーカーちょっと探してるって言ってたじゃん、はい、春日さん、ナイキバイクミ、うん、はい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 、まあね、ちょっとずっと探してたもんで、まあ、うん、どっち履くとかは決めてないんだけど、うん、衝動買いしちゃってさ、ラスタカラーで。あ、売ってたの他にも。どっちの靴がかっこいいかなと思って、これ買っちゃったのよ、衝動買い。すごいじゃない。衝動買いで。へぇ、ああ、同じナイキの。ラスタカラーなのよ、これ。確かに。これでもこれだと思って買っちゃった。うん。どっちがいいかなと思ってさ。
いやいや、それやっぱバイク見でしょうよ。かな、やっぱり。そりゃだってね、うん、うん、こっちが、あげてるわけだからさ、はいはいはい、もう作ってあげてんだよ、だって。まあな、うん。確かにそう。よそもん、よそもんよりもさ、うん。ふみさんに聞いてみるわ、その直接、画像でも送って。まあまあまあ、そうだね。うん、うん。まあ、うん。できればね。できればね。売ってるもんなんだな。意外とな。うん。悔しいね。うん。うん。ないと思ってね、こっちは。確かに作ったのもな。やってるから。あんまりないと思って。うん。悔しいね、まあちょっと着物だぶちばばあは、ちょっとロケ行きたいと思ってるんで。聞いといて。まあ、どこまで、やれるかわかんないけどね。一般のね、人間だから。うん、ロケーションまでは行けるかちょっと分からない。まで聞いて、ごめん、あれ嘘だったんだってなったら、したらもうそこで終わりだから。おしまいだからね。うん。とりあえず聞くことは、うん、ごめんね。聞かないと始まらないから、ね。ごめんごめん。それだけ、うん。とんでもない、とんでもない。すっきりしたくて申し訳ない。うん。じゃあ、やっていきましょう。日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい。日霊、出光興産、日本触媒、種の滝、AK レーシング、長州産業、JA 全農、テンパール工業、昭和産業、ガチャガチャの森、オリエンタル公募工業、自動車リサイクル促進センター、渡辺パイプ、ヤクルト、夢新、大昭和志向産業、西松建設、ボンズフリー、住友生命バイタリティ、戸田建設、住友金属鉱山、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本ではラジオを聞いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。トッピング A 級フリー券はいいですよね。いやー、だからこれも、うん、だから一瞬食べたくないですよね。もう楽しくない。ラスだと出かけても本当楽しくないですよ。どういうことなんだよ。2024年2月18日東京ドームでライブやりやす。オードリーのオールナイトニッポン。味玉吸わなくていいじゃない。かわいいね。来年2月18日開催、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームに関連した話題をお届けしていきます。それね、あ、なんか違ったから、なんか なんて言いました、タイトルがなんか違ったから。タイトル言いました。え、タイトルに、だってロードトゥ東京ドームってずっとねやってきた。言いました。言ったかな。今違うコーナー始まった。チャレンジしますか。まあ大丈夫です。大丈夫。申し訳ない。ドームライブのチケットが、うん、二次選考の受付が間もなく締め切りです。うん、そうか。受付期間は10月29日日曜日23時59分まで、うん、チケットピアにて受付中です。よろしくお願いいたします。うん、なんかグッズの制作が始まってて、ほうほうほう、これがもう、うん、石井ちゃんとあのチームつけ焼きは大忙し。うん、背番号、なんかスタッフのユニフォームの背番号がなんか決まってて、うん、でなんか結構みんなに希望を聞いてた、なんか死の子の言うらしいね、みんな。あ、それぞれつけたい番号があるんだ。石澤が1430らしいよ。38は、1430ってね、和だから、まあ、わかんないんだけど、ほうほう、石沢で、やっぱり名前に合わせたかったりするんだね。でなんかスタイリストの福田さんがそれ背番号貼るから4桁は生意気だなって言ってた。確かに。うん、
やっぱそれだけね、うん、手間がやっぱ一桁のがそれは楽だろうね。うん、そうですよ。うん、でもなんかこうドームでうわーってこうもう時間ないなくうわーってみんなでやるから背中で誰か分かった方がいいのか、うん、ああなるほど。逆にでも番号って覚えてられるかな、うんね、上にこう名前がさ、うん、普通の野球のユニフォームみたいにさ、うん、あればいいけど、うん、番号だけで把握できるもんか。確かにね、名前がないからな。いやそうだよね、オールドスタイルだから。おお、それはそれ確か判別できた方がいいかもしれないけどね、背中でね。確かにね、がありますそれぞれあるんだね。そう、帽子も福田さんが作ってくれててさ、うん、でそれはなんかグッズとかじゃなくてフィールド・オブ・ドリームスぐらいの時代のやつっつったの、バッチリのなんか感じで作ってくれたな。へえ、あ、そう。それはもうただ俺が被りたいからだけのものなんで。なるほど、そう。作れるもんなんですね。そうそうそう、うんうん、グッズも冬だからね、どういうグッズになるのかとか。うん、でこれあれか。でもみんな番号それぞれ何番になるのか。聖堂さんはゼロなの。あ、それはもうそれでいく。前もね言ってたけど。うん、もうそれはもうこの番組を立ち上げた、はいはいはい、ゼロから立ち上げたっていう意味と、あと霊っていう意味で、霊みたいじゃん夜歩いてると確かに、ね、トイレから本番前帰ってきたと、うん、霊だね。あんまなんかそういう噂にもなっちゃってて、たまになんかいませんみたいな、一放送出るらしいよっつって、12時55分ぐらいにたまに見ません、いや見ないけどね、うん、みたいな、うんうん、出るらしい、土曜の深夜に、うん、ああそれはまあいいんじゃないですか。行ってみたら建物ごと日本放送ごとなかったからあれっつって有楽町もういいわそれ腹立つな、うん、本当の話だからね。会談して注目集めるやつと、あのマジック予告ないマジック怖かったあれ、うん、だから聖堂さんのゼロもグッズとして販売した方がいいのかそれはなんかおかしい話になっちゃうじゃんそうなってくるともう変な話よ。うん。ね、うん。販売は決まってるわけでしょ、番号は。はいはい、バチッと。そうそうそう。で、このスタッフね、はいはい、付け焼き場それぞれのみたいなことじゃないですか。そうそうそう。そういう、そもそもね。そういうことです。うん。なんか、だから、今回もきっとこう、だな、T シャツはもちろんのこと、パーカーも出してね、武道館の時ね。そうね。なんかこう、デザインしてるんですよ。なるへそ、うん。うん。それで忙しいとか、うん、あと舞台周りのこともね、うん、大変で、みんなもう、てんやわんやでございますから、うんうんうん、春日さんも本当に気遣いしなきゃダメよ、そこはね、本当に。そうね。うん、うん。うんまずこの知っとこう、はいはい、うん、状況をね、状況を、うん、知るところから始めますよ私はね。久美さんの背番号が93になったというか、うん、だからもしかしたら、まあね、2階のスタンド席では久美さんだけかもね、3じゃない番号で座ってるのはね。まあ、うん、2階のスタンドなんか分からんけど、うん、まあそう、まあドームの中ではね、うん。もしかしたら入れないかも。なんで入れないんだよ。うん、93つけてって。なんでお断りされてんの。入れてくれ。あれ、うん、フードでさ、味玉も出した方がいいかな、クミさんが食べれるように。まあまあまあそう、まあそれはね、うん、うん、まあフードで出してね、己で買う分には別にいいけど、はいはいはい、うん、味玉、味玉は基本的に嗜好品だからねなくていいもんだから申し訳ないけど、味玉で150円ぐらいかな、まあ150、まあ100円から200円ぐらいの間じゃないだよね、うん、価格帯、その意味がわかんないで、お前のあの理論、ラーメンはラーメンであるんだからっつって、うん、だったら味玉のトッピングが主流になってるのは何なのよ。いやだから、うん、そのプラスアルファでタバコが吸いたい人と一緒の感覚だから、タバコだから味玉って、これ何回も言うけど言ってたよね、うん、そんなことね、ね、うん、そのまあ人生なんかこのしね、うん、気持ちがこう豊かになるとか、はいはい、そういう効果あるのは分かるよ、うん、ちょっとこの豪華な、はいはい、贅沢したなって気分になる、うん、うん、そういうもんだから、ラーメン自体が変わらないから。喫煙ルームで食べなきゃいけないの、じゃあ。いや、喫煙ルームだ、それだったらタバコになっちゃうから。でも、副流欄がさ、副流欄が、あれも、あんまり良くないんじゃなかったっけ。なんか、影響あるらしいね、健康に。食べてる人のそばだと。うん、そばだと。多分、味玉食べてる人の。うん。それは最近分かったらしいね。うん、健康に一回があるっつって。なんだよ、お前、つけろや、久美さんに味玉。いや、なくていいじゃない。いいよ、健康
結局にじゃねえ、うん、ラーメン食べるなって言ってるわけじゃないんだからさラーメンあんだから、うん、つけろよ卵も。もう何の足しにもならないの、腹の足しにもならないし、フードで味玉だけ出すかも分かんないです。オードリーのオールナイトイン東京ドームって書いてあるニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、春日に学べ。久しぶりに私の担当マネージャーの、うん、まあ、岡田なんだよね、うん、岡田にかまされたっていうかまた、うん、またっていうか、もうだいぶなかったでしょ。ないし、もう若林さん的にも、うん、その許容範囲は広がってんじゃない、また行ってんなみたいなさ、なんかこの、うん、うん、はいはい出ましたみたいな感じで流す、うん、その能力、うん、っていうのもうあるんじゃないですか、若林さん自体。でもなんか、うん、ほんとちょうど、うん、なんか岡田ってなんかちゃんとした芸能事務所マネージャーになったなって思ってたのが、いや昔なんかちょいちょいわけわかんないこと、だから5年前ぐらいか、武道館のあたり多かったじゃん、うん、岡田の話。よくしてたよ。しばらくしてないでしょ、俺。そうだね。なんか、うん、なんか普通の大人になるもんだなって思って。ああ、なるほど、ね。あ、でもちょっと一個だけ、ちょっと、うん、話していい？なんか、うん、行ったことないスタジオ、うん、ハウススタジオとか、うん、なんか写真のスタジオとかでよくあるんだけど、はいはい、うん、地図みたいな、うん、送られてきて。はい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 。で、それ見たら、うん、入れなかった。駐車場にとか。ああ、その地図を見て行っても。うん、よくあって、うん、で、そういう時にぐるぐる回ったりしてたら、うんうん、時間になったら岡田が迷ってんのかなって感じで、車道とか歩道のとこに出てきたりして、うん、で、さばーって止めて車、うん、寄せてさ、ハザードつけて。岡、うん、ちゃん、これ地図通りに行ったら警備員の人ここ入れませんって言われたけど、みたいな時に、うん、なんか AP さんっていうか、うん、突然スタッフの名前呼ぶのよ。そういう時に。うん、どういうこと？わかる？なんか、感覚わかる？なんか、これ岡ちゃん入れないんだけど、とか言ったら、あ、佐々木さんその、だから俺じゃないよっていうのが言いたいのか。あー、そう、横に流すというか。うん。ああ、なるほどね。うん。で、それ、俺、まあ、俺別に詰めたりしないから、はいはい、でも、それは結構昔から気になってて、ここの楽屋って言われたけど、入れなかったよ。鍵閉まってたよとか言うと、うん、なんか、中野さんとか、山本さんとか、うん、なんか、その、担当の人を呼ぶ俺じゃないですよってことだと思うのよ。まあ、そうだろうね。うん、それはね。この間、テレ東の3階で収録があって、で、うん、この後2階で打ち合わせですって言って、うんうん、2人で2階に降りてって、うん、指定された部屋に入ろうとしたら、うん、ガッガンって鍵が閉めて、うん、あ、お母ちゃん、うん、この部屋じゃないんじゃないって言ったら、うん、3階で仕事をしてたから、うん、その楽屋を指示した AP さんが3階にいるじゃん。はい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 。うん、で、今2階ね。降りてきてるからね。そしたら天井に向かって、うん、渡辺さんって言ったのよ。いや、それ、そんなわけないじゃない。いや、俺も思ったよ。本当にそれ。本当に。俺びっくりしたんだよ。うん、そんな、そのなんか、古民家かなって思った、俺。そのね、薄さが、階の天井に向かって2階の天井に、上は3階だからね、間違いなく。渡辺さんって天井に向かって行ったのよ。本当にそれ？いや、これ本当なのよ。今メリットがあるから、嘘ついてないですか、若林さん。まあメリットあるわね。私が驚くっていうさ。うん。うん、まあでも、岡田マネージャーならやりそうだわ。やりそうでしょ？すごいね。渡辺さんって本当に言って、で、すぐは捕まえるとかわいそうだから、うんうん、しばらくしてから。プレイ中だからね。プレイ中。まだプレイ続行中だからね。3日後ぐらいに俺言うから。母ちゃん、こないださ。いや、3日後。それはそれで嫌だな。天井に向かって渡辺さんって言ってたね、うん、つって、ブライアントかなと思っちゃって。うん、当てに行ってね。まあ、それで、うん、そういうのも、なんか、結構、仕事できる人だから、ないなと思ってたら。はい、まあ、普通にマネージャーとしてのね、そうそうそう、お仕事はね。で、この間、うん、
岡ちゃん運転してて助手席に座ってて、うん、インスタにね自分の、うん、なんかベンチプレスの80キロ、75キロまで上がって80キロを上げるので挑戦してって、うん、それゴンちゃんに動画撮ってもらった、うんうんうん、80キロが上がんないのね俺、はいはい、上がんなかった動画をなんか載せようとしてたのインスタに、うん、でこの動画ってほぼなんか載せないからどうやるんだっけこれなんかこんなやつリールってあったっけみたいな、うん、なんかそんな感じだったのちょっと手間取ってた、うん、お前リール知ってるよな大丈夫だリールは知らんよマジでいやこれも本当知らんよ怪しいなお前いや怪しくないよリールって何よ本当かお前カッコつけてね。カッコつけて、本当に知らんよ。リール知らないって、お前、かっこいいな、お前。そうなの？リール知らないって、お前、かっこいいな、お前。うん、まあ、知らないけどね。まあまあ、なんか、なんかあんの俺もよくわかんないって話なんだけど、リールが。リールでいいんだよな、とか言ってやってて。だから、何回もやってんのよ、俺、それを。はいはいはい、これでいいのかな。したら、なんか、うん、ああ、無理だとか言うのが、うん、音で流れるから、たぶん。運転しながら、岡ちゃんが、うん、それ何キロっすかって聞かれたから、うん、いや、80キロ挑戦してんだよ。高校の時80まで上がったから、うん、ドンまで上げたいのよ、うんうんうん。おー、とか言ってて、うんうん。サッカー部なのね、岡ちゃんって。そうね。サッカー部ってベンチプレスやんの、そういえば。使わないもんね、とか言ってたら、ね。いや、なんかちょっとやってましたけどね、みたいな。あ、そうなんだ、みたいな。でもなんか、俺も、そのベンチ、うん、あんまり筋トレしてるって言いたくないのは、真剣にやってる人多いから、うん、なんか、生クラだから、俺。はいはいはい、はい。だから、80キロ、なんか上げたいんだよ。で、岡ちゃん。岡、うん、ちゃんってさ、何キロぐらい上げる？つって聞いた。うんうん。その時に、一回言われたのが、うん、若林さんで75キロなんすよね、って言われたのよ。ほう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 。うん、で、なんか文法変だなって一瞬思ったんだけど、うん、うん、って言ったの、うん。じゃあ70ぐらいっすかねっていうの。うんうんうん、ええー、っつって。うん、で俺これ3月に発表してたん、東京ドーム。で、はいはい、4月からやっぱ筋トレしとこうと思って、やっぱりな、うん、筋トレする方が、結局、うんうんぎっくり腰とか、うん、なんか背中とか痛めて、やっぱなりにくいよっていっぱいの人に言われて、だからいや、怖いじゃん。なんか当日近くぎっくり腰とかさ。そうね。うん、やっとかなきゃな、うん、持久力と自転車と合わせてって思った時に、ジム行ったら、50キロが上がんなかったのよ。で、うん、うわ50キロ上がんないんだ俺って思って結構ショックで、うんうん、それから4月から6ヶ月かけて75キロまでに戻したの、うんうんはいはい、でね、うん、なんか70キロ上げんのっつったら、うん、いや上がるんじゃないですか若林さん75キロ上げられるんですよねってうんっつって、うん、70ぐらいじゃないですかっつって、で俺ちょっとおもろいなと思って、うん、えやってんの筋トレっつったら、うんうんうん、いや全くやってないですうん、おえでも分かる、もうめっちゃ力あるじゃんっつって、全くやってないですよ。うんうん、もう、ぐらいす、どうなんすかねみたいに言ってて、うんうんうん。で、そんな話で、俺もなんか、うん、あんまり力ある方だと自分のこと思ってないから、はいはい、普通の人どんぐらい上がるのかとか、あんまり一人で筋トレしてるから。なるほど。でも、ゴンちゃんとかは、俺がなんか、70とかでやってると、うん、いや、若林さん体型にしては、うん、なんかもっと続ければいいんじゃないですかとか言われたりするの。ほうほうほう。あ、そうなのみたいな話して、うんうんうん。だから、70まで時間かかって、お母ちゃん70かって、うんうん。お母ちゃん、じゃあさ、で、俺がビッグスモールンと週1でトレーニングしてて、うんはいはいはい、そのジムが、俺の家からも岡田の家からも徒歩5分ぐらいの場所にあるの。おー、近いね。で、お母ちゃんさ、うん、今度70キロ上げてみしてよ。って言ったの。うんうん、ここのジムでやってるから、うんうんうん、おいいっすよ、みたいな。うん、じゃあ来週いいって、だから、うんうん、来週ね、今週の話だから、これ。はあはあ、来週の火曜日とかいい、ねうん、みたいな、うんうん。お、いいっすよ、みたいな。おう、もう上げてもらえばいいじゃんね。見させてもらう。すげえなと思って、70。うんうん、で、うん、じゃあ夜10時ね、みたいな話したのよ。うんうんで、うん、その後、うん、なんかさ、
その収録あったじゃん、うん、はいはい、でずっと喋ってるっていう仕事で、うんうんうん、その時春日に聞いたんだよね俺、うん、70キロ全くやってないで、うんうん、岡田上げられるって言ってたんだけど、うんうん、でしたら春日が、うん、絶対無理だと思うって言ったの、うん、うん、絶対無理よ。あ、そうなの。いや無理ですね、鍛えてない人が、うん、だって岡田マネージャーだってその体重が、自分の体重上げる、前も言ったと思うけど、うん、自分の体重上げるのだっていきなり無理だから、やっぱ鍛えてないと、うん、お鍛えて鍛えて自分の体重約上げるようになって、うん、そっからなんか100キロ目指すとかね、うん、だって岡田マネージャーそれ何キロぐらいなの体重。言わないのよそれ何だ言わないって、何で言わないそれ聞いたから俺も春日に、うん、体重何キロって聞いたら、うんうんうん、まあ、え、何言わないって。言ったら何か70キロぐらい、いや、いや、65キロぐらい、うん、いや、その間ぐらいですかね、みたいな。なんだっけ、年齢も俺、答えないから分かんなくなってきて。答えないの？どういうことなの？それ。なんか答えいくつになったって聞いたりしたら、なんつうの？それ答えないのよ。いや。いやーって、それ何なの？それ、いやーって。いやー。本当にみたいな。本当にじゃねえよ。言えよ、数字を。うん、なんで、これさ、俺さ、うんうん、これね、聖堂さんに言われたんだけど、さっき。うん、なんかね、うん、これね、なんかね、ゴンちゃんとかにも言われるんだけど、なんか面白い、若さんが、面白く喋れるようにと思ってやってんじゃないって思われるよって、聖堂さんに言われたの。ああ、そう、岡田マネージャーが、トークのネタになるような感じで。でも、うん、いやいや、俺もなんかいろいろ MC やってきて、うん、計算でそのスタンスだなっていうのと、うん、本気なのってやっぱ、うんうん、ちょっとすいませんけど見抜く自信あります。なるほど。あとあいつにそんな技術がないのよ、うん、で、あの、あと YouTube 見てください、岡田が出てる、あの、ほんとマジなのよ。まあまあまあ、わかる、わかるでしょ。それはわかる、ね、それは私はね、うん、で、春日、うん、岡ちゃん見て、収録だから聞いてた、うん、春日の話したら、うん、みたいな。いや、70絶対無理だって、つったら。無理よ。そればっかりやってみないと。で、その後に、うん、ただちょっと、遅れてもいいですかって言われたの。あの、10時って言った。ああ、それ見せてくれっていうの、うん、うん。え、いいよ、別に。なんか予定あんの、うん、つったら、うん、実は焼肉が。なるほど。約束したのね、誰かと。うん、焼き、うん、二ヶ月前から約束。で、なんでさっき焼肉言えばいいんじゃん、さ、ね、10時って言った時点で。思い出しまして。で、え、何時頃なんのつったら、うん、いや、これが、うん、これが、つって、うん、12時くらいですか、ね、ああ、ちょっとマジよ、これ、本当に。本当にね。で、これが、また不幸なことに、ビッグスモールンって、うん、ジムでブワー3人で体鍛えた後、うんうんうん、2時間体鍛えて、うん、2時間その、うん、新ネタを、その事務所を辞めたことにより、鏡張りの場所がなくなって、はあ、稽古場がない。2時間トレーニング、2時間新作、新ボディアートの実験がある。だから4時間撮ってる。わあ、なんか。その間で俺行ったりしてて。なるほど。だから、これ、こう、不幸な、効果不幸が10時から2時なのよ。さ、あつって。その、歩いて5分なの、しかも、お母ちゃん。ああ、全然来れる、来れる、来れちゃう。来れちゃう、うん、って聞いたら、うんうん、いや、すみたいな、うん。そうだね。でもこれ、ごめんね、岡ちゃん、俺、パワハラ見たくなりたくないから、70上げられるんだもんね。こればっかりはやってみないと。って言って。いや、でね、で俺、こう、ハラスメントじゃないの、はいはい、見たいんだから、つって。そうね、お前ちょっとやってみろじゃないからね。うん、で、カスさんがああ言ったから、うん、今上がんないし、多分って言ったら、もうやめよう、この話は。って言ったら、うん、いや、うん、こればっかりや。おぉ、自信はあんだね。そうそうそう。もう無理だと思うけどな。で、うん、これ YouTube 撮ってもいいっつって。うんうん。申し訳ないけど。いや、そうだね。せっかくだから。上げたら、うん。上がるかもしんないもんな、っつってた。うん。こればっかりやってみないと。ただ、うん、佐藤さんの許可は、お願いします。いうね、D ちゃん今までそのいろんなトカチの豚丼とかあげて、うん、俺もそのために D ちゃんに聞いてるけど、うん、そうだね。でちょうど D ちゃんが入ってきたのその時。ああ、もうじゃあもうすぐ聞いたらいい。うん、いいじゃんいいじゃん。で、うん、D ちゃんこうこういう話になったんだけどっつったら、説明して、
そのなんかまず、うん、その僕の許可を取ってくださいって言ってんのが腹立ちますね、うん、であと担当タレントが4月からトレーニングしてるのに、うん、あのなんか若林さんで70キロなんですよねって僕はちょっとなんかモヤモヤしますけどねっつって、うんうん、いやそれはもう、うん、YouTube 載せた方がいいですと。おおいいね、ゴーが出た。そのその後お母ちゃんが、うん、D ちゃんいいってって言ったら、うん、いいね、社長のなんだよ社長の許可なんでさらに上の許可もういい大丈夫だろ絶対じゃあ、ちょ、大丈夫に決まってんだろみたいな、D ちゃんに言われて。ああ、そうだよね。おうおうおう。で、なんか、うん、もうでも、無理かもしんないです、やっぱりって言って、スタイリストの福田さんとかもめっちゃ笑ってて、うん、無理かもしれないですって言ったら、もうやめようよ、この話。だって、あげられって言うから、話続いちゃうじゃん、って言ったら。いや、こればっかりはやってみましょう。そこは、あっそう、笑わないんだね。また戻って、なんか喋ってんのを撮りますって仕事だったから、春日に筋トレのこととか聞いてて、うん、いや、春日も、筋トレを始めるって時ね、まっさら、始める時に、うん、50キロギリ上げられるぐらいで、びっくりした。うん。高校時代の。こんなに上げられないのかとびっくりしたって。うん、だから、うん、それを喋って、またそれを取ったと、また戻ったわけか、あの、セットチェンジで。うんうん、したら、若林さんの火曜の、あの、12時、あ、そう、それで、12時になったら来れるっちゅうから、うん、焼肉の。焼肉の後ね。うん、で、12時からってことになったわけ、ビッグスモールも優勝したら、うんうんうん、いけるよ。小林さん、次の日、オドハラですけど、うん、夜大丈夫っすかって聞かれて。おー、なるほど。そんな遅くまでやってると、影響出ると、うん、次の日に。うん。うん。うん、で、え、何時入りなのオドハラって言ったら、うん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 、お昼の2時です。待て。いやいや、お昼2時で、前の日の12時なんて、俺多分、奥さんも子供も寝て、なんなら、一番、ほわーの時間だわ、つって、うん。なんだかんだ宿題も終わって12時、ミックスモールンと喋りながらトレーニング頑張ろうって時間だわ、つって、うん。了解しました。それで、うん、でまあ、まあそんな話の流れで、うん、一応聞いといて、かすこの雑談でよ、福田さんと岡田。はいはいはい、岡田は高校時代、うん、学校で一番頭良かった。学年で一番頭良かったんだって。で、これはありえんのよ。なんかあいつの大学、うん、めっちゃ頭いいらしいのよ。まあまあ、それはね。なんかあんま知らないんだけど、うん、頭、うん、まあまあまあ、あるかもわかんない、確かに。足も学年一番早かったんだって。で、まあ、ただ、それ、うん、自己評価高めだよね、なんか昔から。で、卓球でも叩き潰してきてるし、うんうん、バスケでも叩き、で、卓球は負けたらね、事務所から歩いてきたんで、つっていう、謎の。はいはいはい。ね。ちゃんとその、謎の、うん。謎の理由。ちゃんと理由があるからね。うん。うん、毎回ね。それ、久しぶりの岡田のその感じが、でもワクワクしてきちゃって。うん。うんうんうん、でもなんか、70キロって、やっぱ、うん、うん。そう、思い返してみると、70でやってんだ、みたいな人、なんか、うん。体つきでわかるな、そういえばと思って、そういう人って。はいはいはい。うん、言ってて、なんか納得できるじゃない。背筋とかなんかピンとしてる感じのイメージ。うん、そう言ってる人、うん、本当に上がりますってことにならない、大概。で、岡田マネージャーなるわけだから、本当にっつって。うん、その時点でちょっとね。でさ、こうなったらさ、うん、春日さんだよ、うん、あの、ずっと筋トレしてる、うん、がさ、言ってたらさ、いや、まあ、やっぱ無理っすよねみたいな話なんで、普通の人間って。はいはい。うん。だから、どんな人間だと思う？こればっかりはって言うのよ。で、それで、わ、うん、からん。で、わからんでしょ、うん、で、うん、70って結構すごいと思わないって言ったの、うんうん、お母ちゃんに。したら、うんうんうん、いや70とかって上げられんじゃないかなって思ってテレビとか見てますけどね、つってて。で、その後、何キロぐらいからすごいと思うじゃあ、つって言ったら、うんうんうん、100、まあ、でも120すかねって言ったの。ああ、120なんか。120ってめっちゃすごいよ。すごいよ。なんかラグビーでも、うん、ね、なんか代表とか選ばれるぐらいの、うんあーみたいに言ってんの、うん、で100キロはつったら、うん、いや100キロとか、まあ、僕もやれば行くのかなっていうって言ってこれなんか変だよねこの会話。えマジでって100とかってなんかちょい才能とかも
いるぐらいだと俺は行かないと思うけど自分で、まあ、そうだね。まあでも120っておおとかテレビ見て思いますけどって言って、うんうん、俺その時に、うんついつい、うん、お前みたいなやつが一生懸命筋トレしてる人にコメントでなんか大したことねみたいな書いてんだろうなって言っちゃったの、うんうんうん、したら、うん、その返しが、うん、思いはしますけど書き込みはしないですねって言われたのこれ返し変だよね変だね別にそのなんかうんだからもう俺をそこじゃないもん、ね、だから、うん、下に見ちゃってんのよなんか全部の話がなるへそ、うん、若林さんよりはたけてる、うん、そのね運動なんでもねうん、うん、そうだねうん、うん、でそんな話から話が展開してって、うんうん、野球もう絶対打てるって俺の球でこれはでもちょっと打てるかもと思う俺も俺そんな球早く投げられないから。なるへそ、うん。まあ野球、そうだね。野球あんまやったことない。経験、本格的にやってたわけじゃないもんね。うん。いや、それも打てないと思うけどな。人が投げる球ってやっぱ打てない。野球やってないと。この年になるとさ。野球部活やってたとか、経験がないと。だって岡田マネージャーサッカーでしょそう。PK は負けるかもわからんけど。あ、それは絶対負ける。うん。まあ、負けてもいいっていうか。まあ、なんか専門。なんかが話が変だから続いちゃうんだよね。だから専門でやってたことは、だから若林さんがおそらくそのね、アメフト、ランニングバックでボール持って走ったら多分止められないと思うのよ。はいはいはい。タックルね。はいはいはい。うん。専門でやってたやつはお互い負けると思うけど、うん、やってなかった野球はさ、うんうんやっぱ打てないと思うんだよね。うん。若い子だったらまだ分かる。俺が投げて、本気で投げた球、うん、岡田打つどんな感じになるイメージって聞いたら、ライナーで、センターとレフトの間を、突き抜けていく感じですね。左中間抜けるってこと？もうツーベースよ。長打、長打。長打を放てると。シングルじゃなくて？で、話戻ると、うん、いや、小田原にじ入りかいってなって。あそこね。全然いける。もうむしろ一番俺が自由なフリーの時だわ、それ。あれなんじゃないの？若林さんは毎日10時間寝てるとかさ。下手したらそれある。うん。寝てるだろうから。で、これも一個余談で、これは本当俺が恥ずかしい話で。うん。めっちゃ恥ずかしい話。うん。潜在能力テストで、で俺さ、本当バカだから、成績悪かったから、うん、本当に収録前にクイズのその問題の回答を勉強してから行かないと、うん、惜しいが言えない。なるへそ。言えなかった。はいはい。で、鎌倉殿の13人の、うん、始まる、大河が始まる前ぐらいの時期に、はいはいうんその鎌倉のさ、その幕府のさ、うん、そういう問題なわけじゃん。でそれをさ、なんか、本当知らないから、ずっと、お台場の、なんか、うん、タリーズで、うん、もう何時間も、なんか、覚えて、いや、バカだからさ、覚えておかないと、違いますとか、惜しいとか言えないから、うん、ずっとさ、勉強して、うん、なんとか暗記して、うん、本番に行って、うんうん、いや、これ俺恥ずかしいんですよ。始めるときに、うんうん本当、東大元暮らし。最初のがなりで、うん、さあ今日は、鎌倉殿の13人のスペシャルですって、俺4時間勉強して、うん、鎌倉殿って言っちゃったの。うん、おい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 みたいな。その時分かんない。何のことか。大丈夫か MC! とか言う。うんうん。はい、みたいな、うん。鎌倉殿ねみたいな。うん。これは本当すいません。うん。これは本当に、取り直させてください。そして皆さん、どこでも言わないでください。みたいな。うん。感じで、めっちゃ恥ずかしかった。うん、はいはいはい。岡田がね、うん、スタッフルームで15分爆笑してる。それは何？若林さんが勉強したってのを知ってた上でってこと？そう。ああ、なるほどね。それは知ってるよね。なるほど。早めに入るから。そっかそっか、うん。あんなに勉強したのに、そもそものタイトル、間違えるかで、ダーなんだろうね。これは、まあ俺が悪いじゃん。そこ間違えるんかいっていう。これは俺が悪い。まあ確かに間違えてはいるから、ね。悪いっちゅうか、俺がもうアホ。で、うん、ミスというか、ね。だから別に岡田を責める気にはないけど、うん、ただもうスタッフさんが。うん。うん、もう
急にしばらく収録してて急にもう一回笑い始めてどうしたのって言ったら、やだね、鎌倉電話は若林さんが、いやああそう、あもう一個あって、うん、俺漬けマグロに凝ってた時あってさ、うん、築地のさ、ね、マグロのさ、うん、お春日さんがさ、おいしんぼじゃんもうみたいなさ、その裏口から入るみたいな、通常のマグロの話したじゃん。はい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 。で、あそこで、うん、市場は、うん、あ、その、なんでスーパーのマグロと、この市場のマグロはこの味がとか言うので、冷凍しちゃうとドリップがみたいな話をしてくれたの。うん、だから市場のお魚は、うん、冷凍してないから美味しいのよって聞いて、あ、市場のマグロってそうなんだって思っちゃったの、うんうん、で豊洲市場にロケ行った時に、うんうん、食べたらマグロをね、うん、豊洲市場、うん、めっちゃ美味しかったの、うん、で市場だから、うん、これやっぱ冷凍じゃないからですかって聞いたの、その店員さんに、うん、市場の、うん、したら、うん、あ、これは冷凍してあるやつですって言われたら、もう遠くから爆笑する声が聞こえてきてでパッと見たら、うん、岡田がもう涙流しそうになる、ちょうどマグロの話とか漬けマグロ作ってるから、俺がマグロブームだったかもんだから、うん、って笑ってんの、はっはっとかなってんの、あのカメラさんの奥でなんだそれ、めっちゃなんか、なんかかっこ悪い、恥ずかしい、うん、恥ずかしいと思って、だからそう、知ったかみたいな、知ったかマグロ詳しいから、そう、うん、聞いたら間違ってたみたいなところで、そう市場冷凍してないと思っちゃって俺も、うん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 、じゃあこれは冷凍マグロなんですけど、うん、みたいな、うん、でそういうことがあるから、うんうん、でまあ流れもあって、だから俺も本当70、うんうん、でも春日が言ったらやっぱ春日さんが言うなら無理なんですねってならないで、うん、なりそう なったらもうやめようよこれっつって、この話っつったら、そうだから、まあ、勘違いってのあるからね、なんかやったことないから、うん、これぐらいなあかんじゃないか、勘違いやろう、そうね、勘違い筋トレ頑張ってる人の動画をバカにする、うん、ね、何もやってねえくせに、うん、上がると思ってる。そうね。うん、ああ、で、そんなやっぱ上がんないもんなんすね、みたいな、うん。せいぜいやっぱ40、50ぐらいなんすね、ぐらいでいい、収まる話ではあるよね。で、大ちゃんとか福田さんに来たら、うんうん、いや、50キロ上がるんすかね、みたいな話みんなすんのよ。大体そんな感じで、うん。で、お前、変だよ、って言ったら、いや、変ではないですけど、って言う。まあね、本人はそれはね、そうでしょ。それで、うん、腹が虹入りだと、うん、虹入り、うん、全然大丈夫だよお母ちゃん、うん、あれお母ちゃんもしかして、うん、延期にしたいって聞いたの、なるへそ、うん、なんか、うん、まあ焼肉もあるし、まあ来れるけど家から5分、これが高価不高価、家から5分なのよ、うん、って言ったのよ、うん、まあ、焼肉もありますから焼肉食べちゃうととか言いながら、なんかこうベンチプレスの動きとかして首ひねりながら、うん、それはまだお互いのために延期した方がいいかもね、結局。いや、そう、上がんなかったら焼肉ちょっと食べ過ぎたんでって言うもん、そういうやつは焼肉とちょっと食べ過ぎ、焼肉食べ過ぎるとベンチプレスって上がんないの、やっぱり。いや、あんま関係ないと思うけど本当腹パンパンでさ、苦しくてしょうがないみたいなことだったら、普通にさ、うんうん、運動だからさ、うん、運動はまあできない状態、うん、で俺、うん、なんかこれはそこまでね、うん、延期しようかって言ったの、うんうん、そしたら、うん、できれば、おお、そっちとの、どのぐらい延期するいいって聞いたら、うん、まあ3ヶ月いやいやいや話変わってきちゃうじゃん、そう、もう鍛える気じゃん、お母ちゃん、もう言ってくれればいいのよ、いやいや、これはやってないことには、いきなり開けられるって言ったわけだよね、最初鍛えてなくていきなりっつって日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、春日を感じろ。昨日ね、うん、ちょっとまあ変わったロケーションやってきたんですけども、うんうん、それだめのね、企画なんだけど、うん、なんか新しい、
まあ、コーナーなのかな、一回だけなのか、ちょっとわかんないんだけど、あの、まあ、春日がいろんなとこ、まあ、いろんなところというか、なんかこう、まあ、社会科見学とか言ってたかな、社会科見学コーナーみたいなやつで、まあ、いろんなところで生活情報を、なんか勉強してくる、みたいな感じの、ロケーション、やったんですよ。はいはい。で、私とメンバーが、私とさ、演歌の徳永ゆうきくん。はいはいはい。とね。はいはい。あと柳沢慎吾さんっていう、三人の組み合わせ、初よ。どういう会議でそれになったのっていうね。確かにな。なんかこう、バラバラというか、それぞれのジャンルの感じだよね。なんかよくわかんない、そのなんか共通点とかもさ、なんかまだない。なんか、マッチョくくりとかでもないしな。ないし、なんだかな。で、慎吾さんとは、ちょっと前にね、夏、今年の、ベスコンで、ベスで、キャンプのロケーションをやらせてもらったのよ。で、徳永くんと初めてかな、ロケ。あ、でも、タモリクラブで会ったかな、どうだろう。はいはいはい。電車好きじゃない。はいはいはい。あの子ね。あ、もしかしたら会った。うん、でももう相当会ったとしても、相当前。で、この変わった3人でね、もうロケーション、自衛隊のね、駐屯地行かしてもらって。へー。そう、そこで、なんかいろいろとさ、自衛隊のなんかこう、生活、静電気を逃がす方法とか。あとなんかこのベッドメイキングですね。はいはいはい。自衛隊の人って早起きて、ババーっとこの、綺麗にしなきゃいけないから、ね、ぐちゃぐちゃのままね、いけないから、なんかピシッとやるやり方とか、なんかいろいろ習ってきたんですよ。でね、もう楽しみでさ、慎吾、柳沢さんとね、ロケーションがっちりやらして、その、ベスコンの時もキャンプ場に行って料理を作るみたいな感じだったから、なんかまあいろいろ巡ってとかじゃなかったのよ。で、楽しみにしててさ、で、先にね、まあ大部屋だったの。楽屋が、で、そこで、私と、その、徳永くんが、同じこのロケバスで、行って、で、ね、慎吾さんは、自社でね、だ現地集合みたいな感じで、行かれてて、で、先についてたんだよね、慎吾さん。で、メイクかなんかしてんだけど、その、大部屋のだいぶ離れた廊下からもう声が聞こえるのよ。もう朝、9時前とかよ。もう、うわっと喋ってんの。だからもう、あのまんまなのよ。若林さんも知ってると思うけどさ、カメラ止まってもさ、はいはい、もうわーっとしゃべる、あのまんまじゃない。そうだね。ものすごい元気ある。元気じゃない。でも朝からさ、でやっぱ行ったら案の定、座ってね、メイクさんにこう顔押さえてもらって、あのなんかこのさ、マントみたいなの着てさ、そこでもううわーしゃべってんの。なんか、友達がね、同級生が、自衛隊でね、なんつって言って、いてさ、なんつって、行ったことあんのよ、遊びに、なんつって、わぁ、ちょっと、お会いしたい気持ちはすごいあんのよ。南原さんが、内村さん、相方の内村さん以外だったら、相性一番いい人誰ですかって話してたら、やっぱ、慎吾ちゃんかなって言ってたから、イメージ湧くよね、慎吾さんとロケしてたもん、ね。で、いろいろやってるじゃん。で、なんか、旅ロケみたいな。わぁ、喋って寝れないみたいなさ。だから俺も慎吾さんみたいにした方がいいのかなと思った時があって、南原さん、二人で。全然違う、タイプ。ご飯食べて。タイプが全然違うよ。うわあいつ挨拶して、で、ああ、久しぶりだねなんつって言われてさ、夏だら行ったね。あれ、あれ、ほら、あれ、その喋り方、顔の動かし方ね。ああ、キャンプス。ああ、そうそう、あれ、楽しかったね。今日も、頼むね。うわあ、喋られ。もうワクワクし、こっちも。すごいよな。それで、徳永くんが初めてお会いするみたいな感じで、徳永ゆきです。みたいなさ、どう出身どこなのつって。大阪です。履正社、履正社だ、履正社。そうやって。大阪遠い大阪遠いのうん、つって。もうそうっすね、なんつって。もうなんか。いやー、かっこいいな。かっこいい。本当に朝からもう全巻。で、その後も、いろんなね。年に1、2回さ、ネットニュースでさ、始球式で押したみたいなさ。すごい。今年も、だからその話もして、今年ってやられて、やったのよ。DNA。何年ぶりかな。15分ね。やっぱすごい。いやー、かっこいいよな。すごいよね。ジョイマンのネタとかもそうだけどさ、やっぱそうなったら無敵だよな。無敵。本当に。15分やって。決勝24時。早く試合始めろ。一人甲子園ね。でね、さっき調べたらさ、一人甲子園でさ、2008年かなんかにさ、CD アルバム出してるの。
柳沢商業って架空の、ね、高校の生徒とかいろんな関係者とか20人ぐらい一人でやってる CD 出てんだって。あれってさ、うん、ちょっとさ、うん、なんか、応援好き、応援好きとかさ、うん、こうカメラのカット割りみたいにさ、いろんな人やね、応援だやったり。で、説明入れてくれるんだよね。応援だ、応援だとか言ったって、だだだだだだだみたいな。で、なんかこのね、亡くなったあの本部長かなんかの家を持ってるこのさ、ね、すごいんだよ、やっぱ好きだから。で、やっぱ聞いたら本当高校野球好きでさ。好きじゃないとできないわ。できない。んで、自衛隊の方々いろいろあるんだけど、あったんだけど、もちろんね。出身地聞くたびに、どこなのつって聞いて。鹿児島。うん。鹿児島実業だ。とかね。佐賀商業。優勝したら優勝。なんか、すごいのよ。俯瞰で聞くとさ、その回はおかしいよね。うん、出身地行って、高校野球の有名校を言うって。うん、埼玉栄。うん。徳原、徳原は？うん。花崎。わあ、そう、はい、はい、そうっす、みたいな。うん、そんな。すごいね、やっぱね。うん、いや、すごいね、やっぱ全開で。すごいな。俺たち子供の時からだもんな。うん、いや、そうよ。それな。で、聞いたら61歳とかもう2歳だと思うね。もうちょっと年齢わかんないね、もう、ね。わかんない、もう全然。スピードも速いし。それで、雲南さんよりちょい年上なのかな。61とかそうじゃない？だよね。まだだってお二人はね、雲南さんは還暦じゃないでしょう。そうだ。もう、うん、でもすぐだね。いや、まあ近いだ、ね、同世代とかだったりするだろうけどね。ほいで、さあオープニング始め、いやね、行くじゃん。その現場まで。したらスタッフさんもね、技術さんとかカメラマンさんとか、もね、いて、そこに慎吾さんがさ、バーッと小走りに行ってさ、機械よろしくお願いしますって。かぶってた迷彩のね。まあ、我々の自衛隊格好してから、はいはいはい、迷彩の帽子かぶって、ねはいはい、お願いします笑ってくださいみたいな。はいはいはい、笑ってくださいいや、そうよ。踏んで、あーなんつって、たむねなんつって言って、そんでもう一気に掴むの、そこのね。あ空気をな。初めてのスタッフだ。やっぱりね、カメラの技術さんが、こうね、笑ってくんないと。こっちも乗らないし、ディレクターじゃないのよ。つっと、言って。でもさ、うん。それさ、やっぱ、うん、40年ずっとそうなのかな。40年そうじゃない。あやっぱだって私さっき見たの、その調べたの。うん、そしたら1986年に、うん、徹子の部屋で、一人甲子園10分やってた。うん、86年、ね、?86 年か、もうすでに。40、すごいよ、ね。で、今もまた始球式で2023年に15分やってる、うん。やってるから、からどんどん新しい。しかも抜いてる慎吾さんの見たことないじゃん。見たことない。あれも、うん、いやすごい、いやあれやっぱ一番面白いな、ですよさん、この間スクール革命出てきて、うん、やったね、また中継でね、またヤドカリやっつって、本当一つネタをなんつってね、宇治村さんが振ったらさ、うん、なんか結構みんなは多分それあんま知らないみたいで、ずっとチョココロネ、うんうん、俺と春日だけ、お嘘だろ、嘘だろ、頼むぞって言いながら見てたら。うんうんうんヤドカリさんをって言い始めた時、お、マジかって二人で、小声でね、あんまみんな目立ってない、うん。おい、マジ、はい、嘘、まさか、ちょこくるんでだったんだよーでもやっぱ笑っちゃったよね。笑っちゃう。笑っちゃう。あれが一番面白いよ、やっぱ。面白いね。でも、春日ももうちょっとそうなってくんのがね、ゆっくり歩いてきたら、おい、な、嘘つくねって、なんか、意味合い変わってきてるだろうね、もう。ああ、そうかもしんないね。そうなりたいよね。変えちゃいけないんだろうな、あれは。うん、あそこまでいったらもうほんと無敵だもん。今後もう ずっといけるからね。チョココロンだけでいいし。一個でさ。うん、意味わかんないな、もうだ。意味はまだもう。面白さ、ね、面白すぎて、うんそう。86年で俺たち子供だ。もうすでに徹子の部屋で10分やってんな、一人甲子園。すごい。すごいよ。うん。それでも今でも、だからいろいろ新しくなったりとかしてさ。はいはい。やっぱお好きだからね、はいはい、高校野球。見てるから。どんどん新しい情報というかね、なってきて、だからもう、不変だよね。ずーっと高校野球好きなんだろう。うん、86年から。ずーっと、それ以前からじゃないそっか。うん。だって、その自衛隊の案内してくれるね、方がさ、どこなの出身とかって聞いて、慎吾さんが。したら、大阪です。なんつって。ああ、じゃあ、甲子園近くなんつって。ああ、近かったです。つったら、羨ましいねーって言って、会って、ほんと数分で、もう肩組みながら歩いてたもんね。そうなのなんて、もう、俺が住んでたらね、ほんとにもう毎日行っちゃってるよね。なんつって、もう肩組みながら。
で、その方も全然いや、嫌じゃないというかね。すごい。それがなんか、やらしくないというかさ、嫌がられない、この人のこの、懐に入るというかさ、みんなに愛されるみたいなね。うん。そんなんでさ、で、オープニング始まってさ、で、わーっとこう喋ってくれるわけですよ。ね、その同級生の話、なんか自衛隊の方の話とか、わーっと喋って、もう10分ぐらい、やってたんだけど、もう面白かったんだけどね、もちろん。でもほら、それダメってさ、その、生活情報とかだからさ、うん、あんま言ってもさ、うん、使わないじゃない。うん、で、まあ、たくさんこう喋ってくれても、申し訳ないなっていうのも含めて、うん、いや、ちょっとあの、慎吾さんね、つってて、うん、あの、それダメ。あんまりあの、以前ね、私も愛媛にね、こう何回もこれもね、みかん農家さんのところにね、うん、あの、前乗りで行った時に、うん、まあ、朝からこう、半日かけてね、うん、一生懸命ロケやったら、その VTR の上がりが私の出てるとこ3分だったんですよ、みたいな。うん、だから、ほとんど使われないと思うんですよね、みたいなの。仕方ないよね、それ。あ、そうなのって。じゃあ、なんか、ちゃっちゃと行った方がいいね。うん。うん。行こう行こうって言った後、10分また喋っててさ。関係ないんだ。関係ない。使いどことか、ね。で、まあ、ね、で、ずっとやっぱ面白いのよ。うん、もういいだろうって感じにスタッフさんもなってないし。なるほど、面白いから、ね。面白いからね。うん。すごいな。すごいのよ。うんで、カメラ止まった後も、同じ、テンポで喋ってるし。あうわーっつって。そしてさ、これ見て、これ見て、これみたいなさ、うん、動線があるじゃん、ロケって。はいはいはい、はい。それはさ、進んでんの？まあ、進みながらで、移動が。進みながらか。敷地が広いから、移動がこの歩きながら、なんだけど、はいはい、まあ、止まるたびに、なんかいろんな、その昔の芸能界の話とかさ。聞きたいね、それは。うん、女優さんで、急に始まるんだよ。それこそさっきのマジシャンのはね、あれじゃないけど、急にそのね、コントから始まるの。コントが？ば、ね、始めらんないでしょ、その自衛隊のロケでコントなんて。いや、だから止まって移動の歩くときに、うん。ちょ、ミキちゃん嘘そう、急に、入ってんのよ。何かな？うん。ミキちゃん、ベンツの、なんとかって、車種？ベンツ、回して。うん。V16 気筒の、なんとかっつって。ね？ミキちゃんミキちゃんなんかいないの。で、あえて見てると、うん、うん、走って早く早くして早くっで、ずっと見てると、あ、これ昭和の大御所大女優。あ、そうなんすか？実際にいたのよ。当てなきゃいけないのよ、クイズ。クイズだったのかな？実際にいたのよ、つって。言わなくていいのベンツと車種まで言っちゃうね、つって言って。そうっすよね、つって。車回しといていいっすよね、とか言って。そう言っちゃうの、ベンツのなんとか V なんつって。エンジンも言っちゃうの。うん。エンジンのタイプも。エンジンのタイプも V 何機と言っちゃうのよ、つって。ほんで、1ヶ月後ね。その女優さんの車見たらね、煙上げて止まってたわ、みたいな。ざまみろなんつってね、思ってね、なんつって。そんなさ。なんか荒いな、持ってき方が。本当かな、それをちょっと。本当かどうかわかんないけど。着物ババアのなんか匂いがする。そういうなんか、急にコント。燃えるか、そんな車。煙上げた。壊れやすい、壊れ。ベンツだよ。壊れやすいらしいんだよね、つって。その、ね、その車種が。V 何気筒です。まあまあ、それがすごい、うん。みたいなね。お前もそういうロケの仕方やれ。いや、無理だって。ミキちゃん急にコント入って。いや、聞いたことない、その手法。すごいのよ。うん、ほいで、私一つ、まあ、若林さんどうかわかんないけど、うん、私がすっごい面白いと思ったのがあってさ、うんうんうん、自分のことをね、うん、慎吾さんね、うん、ボキっていうの。いや、無理だろ。何回も言わなきゃいけないじゃん、それ。何回も、ボキはさ、つって。ボキは無理だろ。マジ面白いんでさ。それ、徳永さん、徳永くんはもうニコニコしてるもんね。そういう人のなんか。カスがどうしてんのボキって言われる。ボキはもう笑っちゃう。うん、笑っちゃうよね、うん。ボキが小さい頃はね、みたいな。毎回でしょ毎回よ。ボキ。んで、一回だけちょっと、まあ、補足というか、うん、地ならしはしなきゃいけない場面があってさ、うん、そのね、講義を受けたの、みんなで。うん、その学生さん、自衛隊の学生さんとか、調理の講義を受けるって、うん、30人ぐらいかな、なんか教室みたいのでさ、うん、行くときに、そのね、講師の先生がね、うん、前いてさ、うん、キャベツのね、このキャベツの、鮮度の、見分け方、うん、うん、どこを見たら鮮度がいいってわかりますか、わかる人、つって、ばーってね、うんうん、いますかって言ったらさ、慎吾さんが、手上げて、うんうん、うん、どうやらなんかちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃実家が八百屋さんだったらしいのよ。だからはいっつって手上げて、うん、じゃあ八木さん学生なんつって、うん、簿記がちっちゃい頃です。
家がやるだったんで、キャベツ、僕は市場に一緒に行ってましたから、みたいなことを。ざわついたの。うん。ボキって。ボキってなったから、うん、私は、ちょっとすいません、つって言って。僕、で、ちょっと、家業がちょっとずれちゃいまして、みたいなさ、一回さ、はいはい、言って。そう、ざわついちゃったからさ。言ってね、説明して。ほんじゃそんなこと、野暮じゃん、そんなの。言わない方が面白い、ね。言わない方が、で、面白いと思って、ボキは、うん、って面白いと思ってるから。そこをなんかね、うん、言っちゃうの嫌だなと思って、ざわついちゃったから、仕方なくね、うん、言ったけど、うん、うん、ずーっと一日言ってたな、うん。ボキはいいと思うな。とか、なんか、とにかく。昔からじゃないよね。昔は、でも分かんない。その日からじゃない。いや、その日にぶち込んでこないでしょ。うん。テロップどうなるんだろうな。ボキってなんのかな。ボキって出てたらめっちゃ面白いな。直されてたらね。それがね。本当だろうな、ボキお前。本当だから、その、V に残ってるか分からんよ。もうずっとさ、うん、ボキはね、つって。プレゼンオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー、冷凍食品をレンジでチンするぐらいのお時間をお付き合いいただくコーナーです。我々が聞きたいテーマについてメールを送っていただきました。今回のテーマは春日がかっこいいと思っていそうなことでございます。ラジオネームバンバンジ。春日さんは修学旅行の夜に同室の同級生たちが騒いでいる中で一人早く眠りにつき、こんな状況でよく寝られるなぁと周囲から思われることに気持ちよくなるタイプだと思います。これはありそうだなぁ。浮かぶね、なんかこれは姿が、ね、うん。ラジオネームブーメランチャンネル。春日さんは東京ドームライブの宣伝を積極的にしないことをかっこいいと思っていると思います。その証拠に先週のラジオのオープニングで若林さんが東京ドームライブのチケットの二次選考の受付がスタートしました、よろしくお願いしますと言った後に春日さんは、うんうん、なるほどねと言いながらまるで他人事のような態度をしてカッコつけてました。なるほどねはおかしいよね、相の手として。あ、これは積極的にするよりはしない方がカッコつけられるよな。まあそうね、うん、一瞬客観的に見ると恥ずかしかったもん、自転車とか漕いでるとき。これやっぱなんかさらっとやった方がかっこいいんだけどねって思いながらやってたもん。なるほど、そうね。ラジオネーム福田、うん、先々週スーツを話題にされてましたが、あ、スーツね、体に、うん、春日さんは体格があるため既製品のスーツが似合わないことを実はかっこいいと思っています。何を隠そう、私も鍛えるために、うん、既製品のスーツが似合わないことをぼやくのですが、うん、その時優越感を感じています。この方も、はい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 、合わないって言うよね、筋トレしてるとね。そうね、大きくなっちゃう。だからどこに合わせるかみたいなね。ズボンなんかもウエストに合わせると、うん、その足がきついとかさ、はいはいはい、福田さんもあるな、ちょっとふくらはぎきついっすね。あ、嬉しい、やっぱり。やっぱ嬉しいよね。まあ、大きくなってるからな。うん、成果が出てるみたい。製品が合わないってことはな。うん。ラジオネームタンクトップビギナー。春日さんは、ロードトゥー東京ドームのような、若林さんのタイトルコールボケに触れないことをかっこいいと思っているそうです。いや、かっこいいとかじゃない。昔は、それは。ちゃんと言いたまえ。的な返しをしていましたが、うん、今ではその全力投球のスタイルをダサいと思ってしまっているのではないでしょうか、うん、いやこれもしそうだったら俺はなんかちょっと、うん、一緒にもうやっていけないかっこつけてたらそこ で俺がなんか、うん、そのめんどくさいのほんのうましとかに対してもう何も思わないで、うん、うましって聞いてます、うんうんうん、それに対してなんか言葉って添えてるのがバカらしくなってる。恋とは別に思ってないけどそこはね。ラジオネーム君はスパークリン。春日さんは電話をするときにもしもしと言わないことがかっこいいと思っているので、うん、電話をするときは、うん、はいかういで会話を始めると思います。もしもし、うん、どうもしもし。確かにもしもしは言わないかもね。ああ、恥ずかしい。
マックと一緒で恥ずかしい。そうだね。言うのが。はい、そうだね。でもなんか電話した時に、うん、はいって出るイメージある。うんうん。もしもしはでも確かに。うん。いいとこついてくるね。言葉ケチるからな。うん。で一番良かったメール、春日さん選んでます。そうだね。まあ、スーツにしようかな。はいはいはい。うん、服だ。うん。おめでとうございます。10月のプレゼントです。三つ星プレートチキンステーキ&クリームパスタ、やみつきネギ塩焼き鳥、今川焼きあずきあん、お弁当に具チーズカレー春巻き、以上の4種類入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちら商品の発想を持って発表に変えさせていただきます。というわけで次回のテーマも春日がかっこいいと思っていそうなことでお願いします。詳細は公式 X やホームページでもご確認ください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com、 日例の冷凍食品をお送りするので住所本名年齢そして電話番号を忘れなく書いてください。カスが出てこない。いやいや。タモリタケシユーミン、ズルコ覚醒言って、見えない天気言うな勇気ゲノム完全入って。55周年ただの区切りふわついての上だけでオールナイト愛の証ロムかける有田家。ハンナサックマツ長い夜に光る。スターのアプリのマークはある。叩かない石橋、コンプラに引く気なし。走ってみたけど今日のトークマジでね。オードリーのオールナイトニッポン。日例プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日例、以上各社の協賛で東京中大区有楽町の日本放送キアステーションに全国30局なっとお送り。さあエンディングですけども、この後3時から松田好花のオールナイトニッポンゼロがあります。うん、なんかね、今日からだよね。なんか月1スキーちゃん最終週みたいな、ね、うん、で、うん、ね、生で やるんだね今日ね。なんか大体3時からのアイドルって収録にしてないですよね。うん、してるよね。3時からやんだね。3時からいたよ今。すごいよね松田って。あのこの間あの午前0時の森来て、はい、なんか俺 あの人なんか俺明るい人だと思ってたずっと。うん、そのイメージあるよね。まあそうだね、学級委員みたいな。うん、うん、なんかそういうなんか人みたいね。こっち側の集いに来るような。はい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 。この間さ、日向坂の番組でさ、なんかみんなに年齢聞くみたいな流れになったじゃん。あれいくつになったんだっけ。はい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 。で松田がなんか二十歳とか言ってて、言ってた。で俺なんか俺たちっておじさんだからさ、一瞬で5年とか過ぎてるじゃん。うんうん、自分が何歳かとかちょっとよく分かんなくなる。うんうん、あの人たち若いから1年1年があ、だから、うん、え、二十歳だっけって思っちゃって。はいはいはい。わかるでしょ。なんか、どっちも突っ込まないで進んでったよね。うん。でも、もっと上だよね。結局ね。うん。3時にやるからもっと上なんだよ、ね。うん。だからちょっと。みんな22ですとか言って、うん、26ぐらいのやつが22って言って、うん、俺たちも一瞬、ん、まあでもそのぐらいか、みたいになって、二人で。うん、おーみたいになったら、うん、なんか後々なんか変な感じになった。わかんないのよ。いやいやいや、そんなお前いくつだろうとか家でなんかみんな同じように見えちゃうから。20と言われたら、ああそうなんだ。高3ぐらいだと思ってたわ、うん、松田は。いやいや、デビュー何歳だったのそしたら。さすがにそれはさ若すぎる。今24で24の人に20歳ですって言われてわかんないよ。わかんないのよ。キャプテンがね、キャプテン 16ですとか言われたら、キャプテンだけすげえ年齢言うからさ、だけでだろとか言えるけど、その月日は流れたよな。いやそうよ、もう5年ぐらいやってんだっけ。うん、もう結構長いですよね。そうなんだ。我々もやらせてもらって日向坂、うん、まああの岡田とはちょっとやってきます。70キロ行ってきます、うん、いやちょっと楽しみだね。来週報告します。まあ無理ですね、その後なんて言うかっていうのもね含めてちょっと楽しみだ。
俺でも、まあ、なんか何も言わないようにしようかなと思って、あの調整 でも70上がんなかったら5キロずつぐらい下げていけばいいのかな。まあだから上げられるところはやっぱりね見つけたいよね、はっきりさせた方がいいんじゃない。意外と何も言わない方が何もやってないですごいじゃんみたいになるのにな、うん、上がる。こればっかりやってみない。ちょっと今日も言ってたよ、ね、まあ、じゃあもうやってもらおうかって なっちゃう。それはねなっちゃうよね。で本人もいいって言うんだったらそれはもう本人も来るって焼肉食べたとか、うん、あ楽しみ、ね、たっぷり次の日も時間あるし。そうだね、そうそうそう、うん、でも俺 ね観察しようと思ってる。何も言わずに。なるへそ、こうね70上がる俺はって思ってる人間が。でも怖いのが、うん、腕立て伏せが30回連続でできるんだって。それ聞いた時俺ちょ怖いなと思って。30って連続はまあまあすごくない。いやいやいや浅いって。浅い下げてる腕のが浅いって。腕立てだってその多分チャカチャカチャカチャってやってるから、グーッと顎を床までつけてのフルの腕立ちじゃないって。ゆっくりそれだったら30いける。ちょっとと肘曲げたチャカチャカ腕立てして30とかそれまで腕立てと称したらね、うん、腕立てはないんだけど。もうそれはでも、うん、そういえば腕立てを30回やってんすよってあいつから言ってきたの、うん、なんか結構頻繁に、うん、はいはい、でそれもなんか70キロ上がるってやつの感覚で言ってきてるとなると浅いのかもね。浅いと思うよ。フルで顎をつけてっていうのも30、うん、全然違うからね。チャカチャカ腕立て伏せと。これで来週ラジオですいません、70上げてましたってなったら本当に俺謝んなきゃな。オフィシャルで そうだね。その時はもう、ね、その時は謝る、謝罪しますし、うん、楽しみにしてくれてください。ミッフィーちゃん、この後まだ夢でお会いしましょう。アディオス。